僕はセイが剛腕だと思いません。本当に剛腕であれば真剣勝負に勝ち続けたり AKB ハーデスもですがの初期ゲーム数でドカ乗せしたり倍々チャンスで信じられない上乗せをしたりと誰でも確実に訪れる場面で剛腕を発揮できるはずです。1400枚。ご指名状なんで本領発揮させたいと思います。幸先よし、幸先よし、はい、あっさりやないか。ここやろ、ここで見せればよかったろね。ここで 5% 10枚引いても5番じゃなかと、まあ引かんけどね。さあ行くぞ。赤いの来てます。はい、もろた。はい、もろた。早すぎるやろ。大変。あっさり。はい、普通。左、左、まだまだ、まだまだ、まだ行く。左、右、右、左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 、行ってまい、取れ。だよー。いや、ここでは言わんよ。大チャンス、ここで見せればあとね。これすぐ。はい、すいません、普通でした。そんな不思議。まあね、いやちょっとまだまだ、ちょっと当てよう、とりあえずまだ時間はたっぷりある。目がよし、ここでもう素直に怪獣、怪獣来て。はい、あらー、なんかプレミアチャンネルできたよ。ほらほら、あんねハードボイルドね、ねえ、わかる、若い世代おるぞ、ハードボイルドやで。はい、食わたね、よかった。こんなんまね、もう12ゲームチャンネからのプレミア出して引き戻し、怖いやな。
比較の速い当たりよね。そんな、まだ全然大丈夫やろ。もう一発、やだ、二発、お願いします。天井やな。先よし。はい。よかった。突入一発目でカイゾロ合腕賞。これは売買中にカーバトル810ゲーム、投資2200枚、半中半中。なんであそこで行くかな。お、来たよ、継続。あー、ありがとう。はい、めっちゃ暴れさせたか。しょぼっ。お、見るぞ。ラッキー。回避回避。結構ね、継続したけど乗らんかったね。普通。いや、しょぼ。ライブ状態よかったらね、継続抽選当たるかもしれんけどね。さあ、化け物語で2200枚化け物に食われてきました。というわけでね、今日はペンネームパスさんの意図通り真剣勝負勝ちまくろうというところで、久々さ、ハッパー北斗、今1300ゲームあって投資 M16 回、結構まあいい感じで当たってる台が、400安倍市で終わってたんで、500と800枚ぐらいの小井ゾーン狙いでちょっと打ってみようかなと思ってます。正直言うて北斗の拳、私先生めっちゃ相性悪いして苦手な台です。天井な、いや天井前に当てよ、行こう。はい、強チェリーでシャッターダウン、デビルリバース、強制到達して。決心デビルリバース。よかったね。
あ、そうか、調整到達直撃で早かったね、北斗はね。ありがとうございます、627です。あら、後ろ親友の誕生日祝い、627はね、言うことありそう。というわけで真剣勝負検証してみたいと思います。言うな、鼻から。何色？イエロー。イエローぼちぼちこっちだなと。頑張れキレンジャイ、任せんしゃい。よし、さあいよいよ来ました。はい、おなじみのシーン、コマンドが一発で倒せば剛腕で言うてろ。まあ無理けどさ、はい、シーン雲行き怪しかよ。サウズ、あと2つ。オプティアグレスケン、リプレイ、パクッとレイ。奇跡を起きて。ユータの苦手って、セーブ。はい、というわけでね、真剣勝負は下手くそっていう検証ができました。もう一回目当てようか。ごめんなさい、ハーデスが2台あるんですけど1台空いておりまして、すかさずトイレに行った隙に取っちゃいました。まだか、816黄色、頼む、1回当たって、もう1回やるわけ。ケルベロス、頼む、ケルベロス、ケルベロス、ありがとう。奇跡は起きるもんやな。歌さん、ありがとう。ふう、時間いっぱいです。ケルベロスね、もうまさかケルベロスマネートルガルモニー3なんで、3つ組のワンちゃん言わせます。だから、心の中でハーデスで今回なんて、もう視聴者さんたら意地悪ね、テロセプレでいいわ。はい、来た、行くぞ。とりあえず、押し順出るきゃ20、それ引き続けや100。それじゃ5番ぐらいね、チャンス役頼む、ケルベロス、暴れてくれ。とりあえず中断セーフ。行くぞケルベロス、暴れてくれ。中断、ケルベロス、火吹け、火吹け。中断、でしょ、あ、ゴーワンでしょ。ケルベロス、火吹け、吹いてまえ。中断。はい、これで期待値の75ゲームはオーバー。次中断でもなんかゴーワンでしょって言いたかけどね、火吹いてほしいからね。火吹け、
手を振ります。気付け、行くぞ。しかも来らないわ。行けた、届かず。ペンネームパスさん、 T シャツ送ります。ありがとうございました。緊急ゲームの生産量25枚でした。何を撤収しとんねん。いや、もうほんとやもう時間タイムアップランでもね。はい、何回継続した、加速ランと剛腕性街道物語でした。ありがとうございました。さあ、というわけで630枚回収、総資が3600枚だったんで2970枚のマイナスです。ありがとうございました。まあ、しのこの言わん今日はね、鹿児島県、神奈川県か、神奈川県のね、ペンネームパッサン PASS さんね、もう提案のもとにね、久しぶりに立ち回ってみました。普段ね、立ち回らない僕なんでちょっとね、不甲斐ない結果になりましたが、本当前半後半お付き合いありがとうございました。ただこの番組まだやめません。というわけで、パッサンには T シャツを送りますんでね、本当ね、もう最近ちょっと負けが越してますんで次回頑張ります。そして、ね、この大分初収録 CB スタジアムリベンジ絶対させていただきますんで、ぜひ皆さんね、期待して待っていただきたいと思います。もう2週にわたってね、不甲斐ないところをお見せしまして、どうも申し訳ございませんでした。もう館内えらいことになってます。化け物コーナーもやっぱりね、いいのがうじゃうじゃおった、まあ俺んと以外ね。というわけで、剛腕性街道物語では皆さんからの剛腕エピソード、最近の絵がね、剛腕エピソードないんで、皆さんの剛腕エピソードお待ちしております。 T シャツ送りますんで、ぜひね、たくさんのおはがきお待ちしております。というわけで、今回は大分県 CP スタジアムからお送りしました。果たした今日ほどケルベロスがいいやつに見えたことはなかったね。登録をクリック。パチプレイ。